関西空港駅は、大阪府仙南郡田尻町専修空港中にある、南海電気鉄道、西日本旅客鉄道の駅である。駅ホームの北半分は、大阪府泉佐野市専修空港北にもまたがっている。大阪の空の玄関口、関西国際空港へのアクセス駅として、鉄道ターミナル駅の機能を持っており、第1回近畿の駅100線に選定されている。 当駅は空港の第一ターミナルビルに直結しており、第二ターミナルビルへは無料の連絡バスを介してのアクセスとなる。また、田尻町では唯一の JR の駅である。南海電気鉄道の空港線と JR 西日本の関西空港線が乗り入れ、共に当駅を終着駅としている。駅番号として南海の駅には NK32、 JR の駅には JRS47 が付与されている。駅業務は JR 西日本が行っている。交通系 IC カードは南海、JR ともにピタパといこうかのほか、その他の交通系 IC カード全国総合利用サービス対応のカードも利用できる。JR の駅は駅長が配置された直営駅であり、管理駅として東佐野駅、 熊取駅、ひねの駅、リンクうた駅の4駅を管轄している。JR 線ホームでは、かつて、京都駅でも使用されていた冒頭メロディに、はるか発着時では接近メロディ発車メロディが流れ、それ以外の電車の発着時は、シンセサイザー音による合図が行われる。事務官コードは622,602である。南海の駅も、駅長が配置されており、 こちらは当駅のみの単駅管理である。南海線のホームでは発着時にブザー音が鳴るようになっている。南海線では自社株主に配布される株主優待乗車証は当駅に限り利用できないことになっている。法日外国人旅行者向けのイメージキャラクターラピートルジャー像がコンコースに設置されている。開業当初は大晦日から元旦にかけて 南海、JR とも、終夜運転を行っていたが、数年で終了した。南海、JR ともに、島式ホーム一面二線を有する地上駅で、京上駅舎を有する。引上げ線が2線ある。乗り場の番号は、両社で投資になっており、南海は1.2番線、JR は3.4番線を使用している。しかし、2階にある改札口及びコンコースは、 両者で完全に分けられている。駅舎は関西空港ターミナルビル及びエアロプラザとペデストリアンデッキで直結している。開業後の1日平均乗車、乗降人員の推移は以下の通りである。いずれも南海バス空港営業所が担当。注釈出典。ありがとうございます。